はい、こんにちは。ボーチャンネルマイハラです。はい、今日はですね、新興中央者虫キングのね、動画でございますね。はい。といってもまあ、プレイ動画ではないんだけれども、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、10月31日をもってですね、2018年の10月31日をもって、サービスが終了してしまいますね。それよりも前にカードがなくなったりとか、インクリボンがなくなったりとかで、もうどんどん撤去されてうちの近くのゲームコーナーには虫キングがないです。ない。どこもない。そう。うん、で、この前まではちょ30分ぐらい行ったね、ところにあったんだけど、今あるかわかんない。そう。もうそれも残り枚数少なかったからね。60枚くらいだね、ということで、もうほぼほぼこの終わりが近づいてきてるんだけれども、そんな中ですね、先日エイシン君が最後の SG レアのカブトムシを取ってきたので、紹介したいなと思いますね。はい。はい、まずこれが G レアのカブトムシだね、これは5章のクリア報酬だっけ。そう、一番最後だね、そうだね、これは普通にノーマルカードというか、キラーじゃないカード、キラーじゃない普通のカードで出ましたね、うん、この後に覚醒バトルでエシン君 SG レアのカブトムシゲットしました、はい、それがこちらですね。そう、キラーカードでゲットできた。キラーでなんタイミングよくね、ゼリーが出て、キラーでゲット、もうこれほんと嬉しいね、ちゃんとね、エイシン君のこの ID がちゃんと刻印されてるんで、間違いないんですけども、もらったのとか買ったのではないですね。はい、素晴らしいね。すごいね、ほんとよかった。ほんとよかったね、で、後ろにはレイジ、シュウ、カナと、その3人が描かれてますね、で、必殺技の名前がキングトライアングル、絆の王者ゼウスってさね、いいカードが最後に出ました。はい、はい、かなりドアップにしてますけれども、で、必殺技パーなんだね。そう。そしてグーチョキパーが相性20丸、素晴らしいね。で、さっきも言った通り、カナとシュウ、レイジ後ろに映ってますね、で、覚醒って文字があるね。そう、ここに虫キングって書いてあるね。そう、羽のところにね、虫キングってちゃんと書いてあるんだね、すごいよね。そう、強さは330、体力95、攻撃105、テクニック130。そうだね。それでこの SGR のカブトムシの必殺技をですね、ちょっと取ったので、一緒に見てみましょうか。はい、いくよ。必殺連打でね、タタ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 ン、キング取らないで。これいいんだよね、この後ろがね、ヒカーンって軽い。これ、これ後ろにね、シュート、カナとレイジ、そう、この3人がファーって出るんだよね、これがめっちゃかっこいい、これめっちゃかっこいい ね、でももうね、見られないんだ、これが。本当動画とかに記録しておかないと、二度と見られない。そうそうそう、で、もう一個ね、ラスボス戦のヘルクレスディッキーブルー、そう、魔人の、そう、これの相手側の必殺技もありますんで、ちょっと見てみようか、これもね。これは相手側でしか見えない。これちょっと反射してエイシン君の顔映ってるけどね。終焉の時こうグーンって怖い、そしてひびが入る。強烈な力かと思ったら、80段結構耐えられるダメージだったね。ちょっと撮影したところが家電量販店みたいなとこだったんで、周りの雑音がすごかったと思うんだけど、周りの雑音が嫌でゲーセンとかで一切動画撮らなかったんだけど、確かに、今回は最後なんでしょうがなく撮りましたけどね、そんなわけでですね、最初の我々の出会いはですね、3年前だっけ、そうだね、セガさん、これは最初はお仕事だったんですね、新興庁舎虫キングのプロモーションをお仕事でやらせていただいて、 それでそれまでエイシン君虫が全くダメだったのに、そうカブトムシとクワガタムシが大好きになった、これで、ね、それで一番最初の思い出カードがこれ、サタンオオカブト、それを最初に取ったりしたからね、その後もね、セガさんとお仕事じゃなくてね、普通に交流させていただいて、それで超進化団はね、ずっと毎回ね、虫キング研究所行って取材させてもらったりしてたんだけどね、激闘だもんね。そうなんで、実はその終了っていう、ホームページにアナウンスがあった時に同時にうちの方にも連絡来まして、
もうそれはショックだったね。そう、残念だった。ほんとね、このショックさかなりのものだった。そうだね。まだまだ虫キングで遊びたかったし、うん、うちら大会はほとんど出なくてね、もうエンジョイ勢だったから、エンジョイもう楽しくやってたんでね、うん、それができなくなるっていうのがほんとつらかったね、うん、特にエジン君つらいよな。そう、すごいつらい、うん、だってもうこれが使えなくなんだもん。そう、これもこれもね、全部使わなくなるからね。そう、でも最初の好調じゃ虫キングからしばらく経って新好調じゃ虫キングができたんで、またしばらく経てばね、うん、なんか出てくる、うん、虫キング、スーパー好調じゃ虫キングが出てくるかもしれないし、うん、その前にパパとしてはこのスマホアプリ版を出してほしい、うん、まあそれでこういうのをまたスキャンできるよね。そう、そしたらもうすごい楽しいしね、うん、ぜひねセガさんにはですね、スマホアプリ版で新好調じゃ虫キングの移植版でいいからさ、うん、そのまんまでいいから、うん、やりたい、やりたいね、引き続きやりたいなと、うん、そんな風に思ってます、うん、セガさんが聞いてくれてたらいいけどね、このメッセージを。そういえば今年でこの新好調じゃ虫キングとか虫キングは15周年、ね、そうなんね、15周年の節目の年に終わってしまうと。多分ね、あのこの動画を見てくださってる方の中には虫キングうちらの動画で知ったって方もいるだろうし、もともと虫キングやってちらのことを知ってくれてっていう方もいっぱいいらっしゃると思うので、うん、なんかそういうつながりがなくなっちゃうのも残念ですね、うん、まあ本当またできるようになればいいね。本当だ、そうだね、うん、はい、みんなもですね、多分がっかりしてる方、あの結構お金つぎ込んだ方いっぱいいると思うんで、うちらも結構つぎ込んだ方だと思うんでね、戻ってくるといいですね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気になるボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、はい。